この不沈子はクラゲです。動かしてみます。このように浮いたり沈んだりします。作り方は普通の不沈子をまず作ります。それからプラスチックの半球、薄いものですけど、これを使って縁のところをカットしておきます。上の方に何箇所か空気抜き用の穴を開けておきます。そしてこの裏側にですね、この不沈子を取り付けて、あと足のヒレヒレをコンビニ袋で付けました。これで完成です。完成したものがこれです。動かしてみます。このように浮いたり沈んだりします。